こんにちは。ソンブピクチャーの解説 AI です。今回は5分でできる YouTube の自動翻訳の設定について解説します。YouTube の動画に外国語の字幕を入れると、世界各国の視聴者にあなたの動画を楽しんでいただくことが可能になります。しかし、外国語の字幕なんてそう簡単に作成することはできないですよね。そんなクリエイター様に向けて YouTube には動画を自動で翻訳できる仕組みがあります。この自動翻訳の設定方法は、とても簡単で、わずか5分ほどで設定ができます。その方法をこの動画で解説していきますので、ぜひ最後まで聞いていってください。それでは、自動翻訳の設定方法から解説します。まず、YouTube の自動翻訳機能とは、YouTube が自動的に動画の字幕を作成し、外国語に翻訳する機能のことです。自動翻訳を設定する手順は、大きく2つのステップがあります。ステップ1、自動字幕起こしを使って、日本語の字幕作成。ステップ2、自動翻訳を使って、外国語の字幕作成。この2ステップです。ステップ1、自動字幕起こしを使って、日本語の字幕作成をします。自動文字起こしは、基本的に音声がある動画には、自動で反映されています。ただ自動文字起こしは、文字起こしの品質が低いため、この手順より正しい文章に、修正することがおすすめです。1、YouTube、スタジオから、字幕を選択する。2、字幕をクリックした後、自動翻訳による字幕を、設定したい動画をクリックします。3、日本語の字幕の複製して編集をクリックする。4、編集したい文章を編集する。5、修正が完了したら画面右上の公開をクリックする。次にステップ2、自動翻訳を使って外国語に字幕を翻訳します。1、青いボタンの言語を追加をクリックします。2、自動翻訳したい言語を選択します。英語を追加したい場合は、英語をクリックします。3、画面右側にある字幕の下にある追加をクリックします。4、左側にある自動翻訳をクリックします。5、右上の公開ボタンを押せば、YouTube の動画上に英語の自動字幕が公開されます。これで自動翻訳の設定は完了です。では次に、自動翻訳の質についてより詳しく解説していきます。結論から言えば、YouTube の自動翻訳の質は低いと言えます。YouTube の自動翻訳の質が低い理由は、自動翻訳の前に行う自動文字起こしの質が低いからです。その自動文字起こしの質が低いのには、このような原因があります。このようなことが原因で、YouTube の自動文字起こし、そして自動翻訳の質が低くなっています。逆に言うと、原因となっている点さえ修正すれば、自動翻訳でも比較的綺麗な翻訳ができます。また、自動翻訳の質を上げるためには、自動文字起こしされた日本語の文章を修正することによって、さらに翻訳の質を上げることが可能です。ここからは、自動翻訳の質を高める方法についてを解説します。では具体的に、どのように自動文字起こしをされた日本語の文章を修正していくべきなのか説明します。それは機械翻訳が苦手で翻訳しにくいような文章を機械翻訳が読み取りやすいような文章にしてあげるということです。イメージしにくいと思うので具体的なコツを紹介していきます。まるで終わる簡潔な文章にすることとは、このように一つの字幕を点で終わらせるのではなく、まるで終わるような文章を作りましょう。文章をまるで終わらせたり、簡潔な文章が作ることで、AI がどこまでが一つの文章なのかが読み取りやすくなり、より正確な翻訳をしてくれます。それから、誰が、誰の、何を、いつ、どこでを省略しない。誰が、誰の、何を、いつ、どこでがない文章は、AI 翻訳にとって、かなり苦手な文章です。文章に、誰が、誰の、何を、いつ、どこでがない場合、AI は勝手に、それらを補って翻訳してしまいます。その結果、
子役になることがあります。そのため、誰が、誰の、何を、いつ、どこでなどをつけるようにしましょう。最後に、レッドや、あのようなフィラーは消すことです。レッドや、あのようなフィラーが文字起こし内にあると、自動翻訳は、無意にそれを訳そうとし、子役になってしまう場合があります。そのためフィラーは、文章から取り除くようにしましょう。次に、YouTube の自動翻訳を設定することによるメリットとデメリットを説明していきます。一つ目は、無料でできるということです。まず、自動翻訳のメリットの一つ目として、無料であることが挙げられます。YouTube 上の自動翻訳機能を使うことで、翻訳者に依頼をせずとも、動画に字幕をつけることができます。数年前までは、チャンネル登録者数が多い YouTuber の方にしか、この機能を使えませんでした。ただ現在は、チャンネル登録者数の高に関わらず、誰でも使うことができるようになりました。二つ目は、時間がかからないということです。通常、翻訳を、翻訳者や翻訳会社に依頼すると、納品まで日数がかかります。しかし、自動翻訳は、動画のアップロードから長くても1時間ほど待てば追加されます。もちろんその所要時間は、動画の長さや動画内の登場人物の多さ、登場人物の話すスピードにより違いは出ますが、1日24時間待たなければいけないことは非常に稀です。自動翻訳はお金も時間もなるべく節約したいという方にとっては、おすすめのサービスであると言えます。次に、YouTube の自動翻訳のデメリットについて説明していきます。一つ目は、精度が低いこと。自動翻訳は、YouTube が自動文字起こしした音声に基づいて翻訳をするため、翻訳者や翻訳企業に依頼をしたものよりも精度が低くなってしまいます。もちろん、アナウンサーの方々のような、ハキハキと明瞭に、5W1H がわかる文章を YouTube クリエイターの方々が話していれば精度は高くなるかもしれません。しかし、動画の音質が低いことや投入する BGM の歌声等が動画にある場合、自動字幕の精度はより低くなります。二つ目は、YouTuber としての評価が下がる場合があることです。どういうこと？と思うかもしれませんが、自動翻訳をすることによって、かえってクリエイターとしての評価が下がる可能性があります。理由は自動翻訳により、翻訳された文章が誤訳になってしまい、本来の発言とは別の意図として、視聴者に伝わってしまうことがあるからです。また、政治的発言や、医療的な発言の場合は、誤訳によって立場を危うくしたり、人命に関わることがあります。このような問題が発生する恐れがあるため、細心の注意を払って、自動翻訳を利用する必要があります。自動翻訳に限らずですが、物事にはメリットがある一方で、必ずデメリットもあります。次は、YouTube 翻訳に関する注意点についてです。翻訳する際の注意点一つ目は、公開前に翻訳字幕をつけることです。なぜなら、公開1日目が、最もインプレッションが伸びやすいからです。つまり、海外の人にも一番視聴されやすいタイミングということです。字幕をつけていないと、日本人以外は基本的に動画内容を理解できないため、海外の人の視聴維持率がもちろん下がってしまいます。そして、視聴維持率が低下していくと、徐々に海外の方にインプレッションされないようになり、再生回数が回らなくなっていきます。一方で、公開前から字幕をつけていれば、海外の視聴維持率も比較的高くなりやすく、再生回数も回りやすくなります。そのため、基本的に字幕は公開前につけるようにしましょう。翻訳する際の注意点二つ目は、ジャンルによって翻訳方法を使い分けるべきということです。なぜならジャンルによって求められる翻訳の質が変わってくるからです。例えば、エンタメや ASMR などのジャンルであれば、翻訳があっても、ある程度意味は伝わるので、YouTube の自動翻訳でも、問題ありません。しかし、解説系などのジャンルであれば、動画の音声が、
メインコンテンツになってくるため、翻訳の質は軽視できません。翻訳の質が重視されるジャンルであれば、翻訳会社に依頼することがおすすめです。一方で、あまり質を求めてないジャンルであれば、YouTube の自動翻訳や Google 翻訳でも十分と言えます。翻訳する際の注意点三つ目は、字幕のズレを防ぐなら、手動入力が必須ということです。自動翻訳を使っていると、喋っているタイミングと字幕が表示される時のタイミングがずれてしまいがちです。ほんのちょっとの誤差であれば問題ないのですが、1秒から2秒ほどずれてしまうと、視聴者が不快に感じてしまいます。ちょっとした不快感が続くと、動画から離脱される可能性もあります。そのため、字幕のずれを防ぎたい。とか、なるべくハイクオリティな動画にしたいという方は、手動入力するようにしましょう。翻訳会社に依頼すれば、字幕のズレもないので、安心して任せられるのでおすすめです。翻訳する際の注意点。四つ目は、公開する前のチェックは、必須ということです。特に、自動翻訳や、Google 翻訳などを使って、手動で翻訳した場合など、あくまで、機械的に翻訳した内容になっており、誤訳されている可能性が高いからです。人間によるダブルチェックが入っていないと、少なからず誤訳が出てしまいます。ただ、翻訳された後の言葉が正しいかは判断ができません。そのため、翻訳前の日本語が簡潔な文章になっているか、主語を省略してないかなどを徹底的に確認するようにしましょう。では最後にまとめをします。自動翻訳とは、YouTube の音声認識技術を利用し、自動的に動画の字幕を翻訳する機能のこと。自動翻訳のメリットは、無料でできて、時間がかからないということ。自動翻訳のデメリットは、精度が低く、YouTuber としての評価が下がる可能性があるということ。自動翻訳の質を高めるなら、文字起こしされた日本語の、文章を修正することが重要になるというお話でした。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。それでは今後も、YouTube 運営、頑張っていきましょう。ではまた、次の動画で、お会いしましょう。おしまい。